今日のゲーム振り返ってまいりましょう。ハイライトをお送りします。今日はディクソンとパリーヤ、両チームともに期待の新外国人の先発でした。こちら打ったラヘアも新外国人。ソフトバンク5番のラヘアの先制スリーランホームランが初回に出ました。ディクソン先に3点失ってしまいました。メジャーの実績十分のベテランのパリーヤ、2回の投球です。まずティーヨからセカンドゴロ。好調の後藤、サードゴロ。その後ランナー出しましたが川端ショートゴロと2回はゴロアウト3つ。いい投球でした。パリーヤは2回でマウンド降りて、3回からは19歳の武田です。3回の裏2アウトランナー1、3塁で帰ってきた4番のイデホ、ライトへタイムリーヒット。さすがイデホという当たりでした。1点返したオリックス、3対1、2点差。4回表ディクソンです。先頭バッターを出しました。柳田注文通り6-4-3と当たるゲッツーです。今日も2回以降は粘り強い投球でした。5回です。先頭バッター高谷、空振り三振。続く9番ルーキーの高田、セカンドゴロ。1番の中村、ショートライナー、三者凡退です。ディクソンは5回でマウンド降りています。5回3失点でした。6回表ワンアウト満塁、オープン戦好調の松本、ここは犠牲フライを打たれました。打ったホークス3年目の柳田、打点1です。松本はオープン戦初失点です。6回の裏ツーアウト満塁、武田を攻めるオリックスのチャンス、代打竹原。本出ませんでした。竹原凡退です。8回の裏ノーアウトランナー1塁、ホークスはピッチャー山本翔吾、バッター T 岡田、見逃しの三振です。ワンアウト1塁で代打島田、今度は空振り三振。バルディリスレフトフライでチャンスにはできませんでした。8回の攻撃です。結局オリックス今日は1点で攻撃を終了して4対1、3点差埋めることはできませんでした。今日のオリックスのゲームです。